ソニックドッキング、堀ちゃんみやぼです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい。本日は、2022年出たキャラの使用回数ランキング私の。はい。でございます。シンプルにその使用回数を見れば、まあランキング化すれば、今年一番お世話になったキャラはこいつだっていうのがね、あからさまにね、数値化されてるんで、はい、それをランキングで見ていきたいと思います。まあ、今回はネオからっていう感じかな。そうですね、2022年なんでネオからのキャラを対象にしています。それの使用回数を見てったっていう感じ、はい、なのでなんか昔のキャラは入ってないよっていう感じです。はい、じゃあ早速第10位からいきましょう。第10位、使用回数1032回、スピリタス。はい、ということで第10位はね、はい、1032回のスピリタスでした。今後もっと上がっていくと思います。まあノマかな。ノマです。はい、まあ僕ねちょっとまだがっつりもう人間性を捨ててまではノマできてないんですけど、もっとがっつりやればもっといったんじゃないの。人によっても1万超えてる人もいるらしいんで、まあ来年もお世話になるんじゃない俺は。まあなかなかねこれ以上って感じのはいないもんね。なかなかもうね、もうスピード感とかもなんか程よくなってるし、許容も広いし、スピリタスは今後も上がっていくと思います。まあまだ出たてだしね、言うて。まあこれからもお世話になります。スピリタスが第10位でした。第9位、使用回数1233回、ヘパイストス。はい、ということでヘパイストスが第9位になりました。いやね、使って楽しいんだこいつで。使ってたのは今だとノマかな。俺経由さでもちょっと入れてた、光のステージのやつで。裏金魚使ってなかった？はい、節マラね。節マラか。裏金魚の、そう、節マラでも俺は最初なんかワンパン友情でできるんじゃねみたいな感じで使ってて、うまくいったらできるね。なるほど、うん、難しかったけど。じゃ結構いろいろと使ってた感じだね。いろいろと使ってた。やっぱりジャッキー M とダンポション L はね楽しすぎるわこれ。まあ、てな感じでね、ヘパイソスが第9位になりました。第8位、使用回数、1618回、オーデンタ光代。はい、光代さんがここでランクインしてきたと。何使ったのこれ。あのね、経由さなんすよね。経由さか、なるほど。まあ、経由さ以外でも俺結構友情好きで普段使いもしてますけど、まあ主には経由さがね。猫にゃんにゃんのステージサソリ出てきたんで、そこでのその調教スナイプパレットがめちゃくちゃ便利だったかな。やっぱこの角中であのヒット数出るのは強いよね。そう、角中あのヒット数取りこぼしなしっていうのはねやっぱ少ないんで、はい、しかもオーデンタ使って、まあ、シンプルになんかそこも強いけど好みっていうのもあるね。まあ、主には軽ウサなんですけど、それ以外でもちょいちょい使って8位に躍り出たっていう感じになりますかね。第7位、使用回数1892回、管理者ジャック・ザ・リッパー。ジャック・ザ・リッパーマジ強いって。こいつめっちゃ異性スターンチャージ L するもん。そうな、半端ないよな。めっちゃねチャージするし、火力半端ないし、半端ないってこいつ。半端ないな。まあ主にはそのナユマラで僕はねまず使ってました。今年ね、ナユタ終わらしたんで、その時の手数組む際にジャック・ザ・リッパーを、使用して、あのうまくターンチャージを使ってね、使ってました。まあそれ以外のところでもシンプルにやっぱ友情コンボが強いんで普段使いする時もあるし、まあ、なんか難しいところ、なんだろう、未開とかでも使ってるし、まあなんだろう、天馬読んでソロってやるときは使ってるし、まあ至るところで使うなっていう感じか。そうそうそう、至るところでやっぱジャック・ザ・リッパーね、キャラパワー高いんで顔出してきちゃってるっていう感じで、はい、第7位までね来た。実装が3月ぐらいですかね、劇場の。うん、はい、結構ちゃんと伸ばしてきたな、力あるなっていう感じですね。第6位、使用回数2351回、乙骨雄太。はい、ということでここで乙骨雄太がランクインしてきました。2000オーバーですか。2000オーバー来ました。ちなみに僕の持ってる体数は2体なので、まあ2体使いで2351回、しかも特に周回クエストでは使っていない。
ほぼほぼ普段使いってことかな。ほぼほぼ普段使いでここまでのし上がってきました、お骨ゆうたさん。ノマとかに使わないでここはすごいね。いやいや、だいぶ使ったと思うよ。大体でも初歩回収かな。あーまあまあまあ、なるほどね。ちょうどさ、初歩リセットもあってさ、まあでも初歩リセットする前から使ってたな。その時からなんか1500オーバーはしたと思うから、相当好みで使ってたね。光属性最強だったから。そう、半年ぐらいな。そう、マジで乙骨ゲーミングしてました、今年の特に上半期は。今はね、光のパワーが乙骨をね、やっぱ先駆けとしてね、ここから上がってったんで、基準にされたからね。そう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 、だんだん減ってはいったんだけど、まあここまで使用回数積み上げたなっていう、やっぱり素晴らしいキャラだと思いますね、乙骨ユータは。第5位、使用回数2392回、おにゃんこぽんアルファ。いや、おにゃんこぽんアルファもうめっちゃワンパンするもん。SS な、まあ、めっちゃワンパンするこいつ。2段階目とか軽く2000万ぐらい出す、おかしいってこいつ。はい、まあ、てな感じでね、その主にはでも軽ユーサなんですよね、使ったの。軽ユーサのほとんどのステージがそのおにゃんこぽんアルファでワンパンしたらすごい効率いいよっていう感じで使ってましたね。それ以外のクエストでは正直使ってないですね、おにゃんこぽんアルファ。まあなんかさっき言ってたけど、ちょっと言ったけど、初歩周回とかでね、はいはい、使ってる人も多いよね。初歩のね、オーブ回収とかで使ってる人も、うん、もちろんめちゃくちゃいいと思うし、あと使ってたのは未開の34とかかな。あ、そうですね、固定ダメージのところで途中からオニャンコアルファ、うん、使ってるっていう感じなんですけど、主にはやっぱり軽ウサで回数を重ねたキャラ。やっぱこの尖り方のキャラは伸びるね、使用回数が。そうだね、やっぱあと代わりがいないっつうのがね、うんうん、上げた理由になるんじゃないかなと思います。全然今後も役に立つ場面あると思います。第4位、使用回数3527回、王政老中進化会。はい、ということで王政老中進化会が第4位にランクインしました。なんか跳ね上がったねここで。まあそうだね、まあ好きなキャラなんで、こんぐらい言ってしまうのは普通かなと思いますね。特にここで使うとかいうわけではなく、好きだからここまで行ったっていうのが、はい、だからお世話になりました。あとちょうどね、僕オセロ重心が返した時、コロナウイルスに感染してました。実質ちょっと使えてない期間あるんだよね。使えてない期間ありますね。さすがにちょっとなんか動画撮るまでオセロ使うのちょっとなみたいな、うん、感じだったんで、動画ね しっかりね、その初見リアクションも収めたかったのがあんま使ってない時あったね。だから、ね、完全完治してから使い始めて、まあ今いろんなところで使って、まあオセロやっぱ結構短い期間で上がったね、さすがだね。そうだね、やっぱ使いたくなっちゃうんだよ。しかも運極にしましたからね。俺無理やりその運極にしようと思ってガチャゲン運極にしたのオセロが初めてで、だから結構とりあえず運枠として持っていくみたいなのも多いってことか。はい、とりあえずオセロ入れます。なるほど、ね、初見運枠オセロみたいな。あとは最新の未開だとオセロがめちゃくちゃ強いので、そこで4体で使ってるかな。なるほどね、うん、まあ毎月、まあ、10ヶ月は使うコンテンツなんで、まあ、そこで役割もらえたのは嬉しいかなと思います。まあこれからも伸びていくと思います。来年には1万オーバーしてるんじゃないかな。第3位、使用回数3765回、エルマルー&コニールアルファ。はい、ということでエルコニアルファはもうとんでもなくお世話になりました。とりあえずまずナユマラのワンパン周回で使用しました。で最近だとそのマドカのそのビスケット集めかな、クッキー集めかな、でメダル稼ぎも込みみたいな感じでエルコニも使う、エルコニをワンパン友情でワンパンするって役で使ってた。あとは軽ユーサの猫ニャンニャンのワンパン役としても僕は使っていたりとか、普通に友情強いからちょいちょいなんか趣味で入れたりもしてるし、まあ、気づいたらこの使用回数になってたね。しかも持ってるキャラも1体なんで、僕エルコニ2体使いしてこの回数じゃないんで、1体使いでここまで上がってるのは、うん、やっぱ相当お世話になってるなっていう感じがします。本当に使ってるんだな。本
当に好き。いやもうめっちゃこいつワンパンするもん。オリアンコポンアルファと一緒でやっぱ買い聞かないよね。そう一緒だね、オリアンコポンアルファと買いが聞かない一体になってるからそのここまでいってるかなっていう話ですね。なんか、うん、ワンパンする要素がさ SS だけじゃなくて友情にもあるっていうのがいいね。こいつ友情でもワンパンできちゃうからね。そう友情でもワンパンするタクがあってさらにまあ SS のワンパンのタクもあるからすごく選べるんだよね状況によって。そこがエルコにいいところだなと思います。キラーの範囲も広いし、これ砲撃型につけちゃダメですって。おかしいよね、シンプルに渾身とキラーイエルって配置もしやすいのがやばいよね。すごく合ってるよね、うん、噛み合いが取れてるっていうか、なんか今年をなんか象徴するなんだろう、噛み合いの取れたキャラなのかなとも思います。第2位使用回数4071回、モンケン誰これって人も多いでしょうね。誰これなんでこんな使ってんの。軽ユーサーです。まあ軽ユーサーのそのウサの確率をアップさせるために入れてたっていうやつですね。プラスで、メダル稼ぎも軽ユーサーでしたかったんで、まあぶち込みざるを得なかった、使わざる得なかったみたいな、ね、そういうキャラになっております。なんと僕のその他キャラでの紹介数ランキング1になりました。模型2週間でパチ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 、9年間やってんのに何やってんだこいつ。まあだけどすごく便利なキャラでしたよ。貫通爆発だったんで普通に1枠ぶち込むんだったらしっかりサポートしてくれたんで、はい、まあ今年の降臨キャラで一番遅いキャラになったキャラだよ。やばすぎだねそう考えると2週間だけどもうどんだけやったんだよ KS はって感じ。まあシンプルにまあ4000回以上はやってるってことだよね、うん、はい。まあてな感じでね、もうケンはね本当ありがとうございました、稼がせていただきました。第1位使用回数4189回、オーパルソードアルファ、はい、オーパルソードアルファが第1位でした。ほぼほぼ軽ユーザーです。まあ理由はモンケンと一緒かな大体。まあこいつじゃなくてもよかったんだけどね別に。他にもタクはいろいろあったんですけど、個人的にやっぱり砲撃の長距離長弾がその軽ユーザーというコンテンツで、ね、雑魚を減らしてねめちゃくちゃ役に立った。まああと学び EL をちょうどボーカルアルファになんか言ってたんで、だからもう無理やりこいつをどこのなんだろう軽さのステージ、そう対象ステージに行っちゃったから、うん、だからここまで使用回数いったかな。あとはちょいちょいそのクシャンティで入れたりとか、まあ未開のあの地雷に殴るステージ、まああそことかでもまあちょいちょい入れたりして、まあモンケーンとの差はそこだね。ちょくちょく他に使うとこがあったってとこかな。はい、だけど、まあ、経由差がなかったら180回ぐらいだったと思う。まあでもやっぱ友情で超多い方の長距離はいないんで、うん、貫通でこいつ使いやすいし計算できやすいよね友情はね。そう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 、威力エグいじゃんこれ。雑魚減らしでは最高峰なんで、ボーパルアルファが、まあ、今年一番使ったキャラになりました。本当にありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こっからはちょっと番外編なんですけど、一応今年2022年のキャラじゃないけど、まあ、だいぶ使ったキャラをまあ3体なんかピックアップしたやつがいたので選んできました。まず使用回数2995回、カーヌ。まあ2021年の12月に出たキャラかな、ちょうどこの時期らへん。はい、無料対数でね死ぬほどお世話になりました。今年本当 EX を中心に僕はやっていたので、うん、このカーブまあ3体使いですけどここまで行きましたね。2995回でまあもう無料対数はもうまだ千早出る前だったんで、もうカーブ艦隊揃えてね色厳選もして周回してたので、ここまで使用回数が行きましたね。本当にお世話になりました。そして使用回数1338、濃姫騎長。はい、こちらの濃姫騎長も2021年の12月に出た
劇中のキャラでございます。主には節マラ裏19を周回するのに僕その機長を入れた貫通パーティーで周回していたので、はい、まあ、最後まで使ったかな運極にするのに、うん、大変お世話になりましたね節マラの時には。やっぱ EX 系のねキャラはね伸びますね周回数が。そう、まあ俺が今年中心にやってたコンテンツでもあるからね、うん、もうここら辺は伸びてきたね。でもここまで行ってるとは思わなかったわ、うん、なるほど。意外とパーティーいろいろ変えてたからさ裏19って。確かにセゼの時は結構いじってたイメージあるわ。そう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 、だけどいろんないじってた中でまあこいつはもうずっとレギュラーが定着しちゃうからやっぱ力あるキャラかなと思います。あとコナンコラボで使いました。はい、3代目1426回、あ、使用回数1426回ね。オニキス大変お世話になりました。もうアーケットを一体ゲットするために頑張りました。めっちゃね、この今年だよね、ほとんど、ほんともう 100% の純度で今年だと思います。他で使った記憶ない。ほんと今年のキャラ換算したいレベル。うん、はい、まあ1426回使って、まあ、アーキレット1体ゲットできました。まあお世話になりましたね。もう鬼傷もう腕ないと思います。腕もげすぎです、こいつ。あいつらを守るために腕もいでせずってるんで。まあこっからは鬼傷の使用回数は多分上がることはないかな。バビロンをが天魔獣でねいるんで、まあ、お疲れ様でしたって感じですね。いや本当お疲れ様でした。もうあとはゆっくり休んで、はい、バビロンに任せてください。えぐいな、この回数やってれば涅槃運極できるならね。1だからね、それで。怖すぎ。ただ今回のランキングさ、涅槃で使ったキャラ入ってないんだよ。うん。聖徳とかさ、ラザニーとかさ、俺はどこまでしたけど。まあ、マルチでやってたっていうのもあるけど、でも1、2体使いでも入ってないってことは、まあ、涅槃やっぱ簡単だったなっていうか、あんま周回数必要ないね。アーケレット1体ゲットするのに涅槃運極できるってことだからね。うん。で、アーケレットがどんだけやばいか。えぐいっす、あいつ。はい、ということで2022年私が一番お世話になったのはボーパルソードアルファでしたね。そうね、こう見るとやっぱケイウサとか、まあ、イークス周回ノマあたりがやっぱまあ中心的かなと思う。まあこれからノマはねもっと本格的にやっていくのが増えていくとは思うけど、まあお骨がやっぱ異常だね。だお骨は異常だと思う。なんか一番なんか普段使いでやっぱ使ってたからここまでいったのかなって感じだけど、あとあれだね、ネオとかソロモスとか入んねん。ああそうだね。まあでも言うてその1000いってないだけでも800、900とかはいってるよ。うん、うん、だから、まあ、これここに入ってないキャラでも全然使ってるキャラはいるんで、うん、なんか上がなんかちょっとすごすぎたかなって感じ。そうだね。はい、まあなんか今年のキャラじゃなくても使ってるキャラ、まあ今映ってると思うけど如意棒とかもだいぶ使ってるし、けどまあ今年はそんな感じじゃない。いやね、ね、結構使った使ったんだよね、ナイマラで使ったんだよね。へえ、程よいスピード感のキャラっていう感じで、まあ、だから今年以外のキャラもちょいちょい使ってたんで、まあ一旦今年使ったキャラはこんな感じになったけどね、はい、それ以外のキャラにもお世話になりました。はい、改めて振り返ってみると面白いですね、こういうの。そうですね、1年間何やってきたかが分かるんで。マジ分かるね。うん、はい、まあてな感じで僕はこんな感じになりました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。